メンヘラ二人に好かれて修羅場になった話需要ある？はよ。5年くらい前の話なんだけど、当時俺は働き始めて半年くらい経って仕事にもお金にも少し余裕ができてきたから、そろそろ彼女作りたいなぁということでジムに通い出したのね。身体作れるし女の子と出会えるかもという一石二鳥の考えだと思っていたわけ。ほう。ジム通ってるやついるならわかると思うけど、若い女の子って意外に多くて、何回か通っていると顔見知りというか、この子前もいたなぁとか思う子も出てくるわけ。で、通い始めてから2ヶ月くらいかな、一人目のメンヘラと出会う。俺は太ってはいないんだが、肩幅とか結構がっちりしていて、同じくらいの身長のやつよりどうしても体重が重くなるんだよ。だからジムではランニングと腹筋、あとは水泳なんかして体を絞っていたのよ。で、その日も1時間ちょい運動して帰るかと思い、駐車場まで出たところで後ろから声をかけられた。でんで。メンヘラ一応ええことするね。ええ子に、すいません。いつも見かけるんですが、この辺りに住んでいるんですか？と後ろから声をかけられた。振り返って見てみると、何回か見たことあるなぁって感じの女の子が後ろにいる。正直これは春が来たなと思った。後で薬病髪だったことに気づくけど、 A 子は黒髪のショートで細身だけど胸は D くらいあってスタイルがすごく良かった。顔は中の中というか、本当にブスでもなくかといって美人でもないような感じ。俺たちはその場で5分くらい雑談をした。声をかけてきた理由は、 A 子も俺も一人で来て一人で黙々とトレーニングしてたから、あのぼっちの人なら仲良くしてくれるかなと思ってて、帰ろうとしたら俺もちょうど帰るところだったから思い切って声をかけてみたということだった。じゃあ次見かけたら声かけますね、と言って A 子は帰っていった。一石二鳥作戦が成功したのが嬉しくて、その日はすっげえご機嫌だったのよ。で、トレーニングして良い汗かいたし、良い出会いもあったし、一人で酒でも飲み行くかってことで、行きつけの焼き鳥屋に行った。運命というか、出会いってどうなるかわからないよね。店に入ると大暴れしていたやつがいて、そいつが二人目のメンヘラだった。暴れてるというか騒いでいるというか、女の子二人組で飲んでるんだけど、完璧に出来上がっててうるさいことこの上ない。理由はなんか他の女の子の陰口みたいな感じだったが、ろれつが回ってなくて何言ってるのか全くわからなかった。そこのお店は小さくて、テーブル席は一つだけで、あとは全部カウンター席なのね。女の子たちはテーブル席で飲んでたから、俺はカウンター席の端で親父さんと苦笑いしながら世間話とか今日の出会いの話をしてた。ふむふむ。メンヘラには B 子ってことにするね。親父さんは俺の話を聞いて、出会いあっていいね、俺も若い彼女が欲しいよなんて言って笑ってたんだけど、その言葉に B 子が反応しちゃったんだ。 B 子、おじさん奥さんいないの？いつの間にか静かになって俺と親父さんの話を聞いてたみたいで、俺の隣の席に座ってきた親父さんは、いるけどたまには若い子と遊びてぇなぁがははと言って笑っていた。 B 子は、他の女と遊んだら殺されるんじゃないの？と笑いながら言っていた。親父さんと俺と B 子が楽しそうに話してるから、 B 子の友達も会話に入ってきて、4人で笑いながら飲み始めた。最初はうるせえ奴らだなとか思ってたけど、話してみると楽しくてお酒が進んだ。そのうち恋愛の話になったのだが、 B 子の友達は彼氏と同棲しているらしく幸せだよと言っていた。俺は素直に彼女はいないと言っておいた。その後 B 子からのボディータッチが増えた。女はずるい。酔っ払った状態で可愛い女の子にボディータッチされたら、男は誰だって勘違いすると思う。俺はしてしまった。というか、私も彼氏いなくて募集中なんだよねと言って腕を触ってきたり、ジム行ってるだけあって筋肉すごいね、こういうのめっちゃタイプとか言われてみろ、いけるやんと思うだろ。まあ結局良い感じになり、連絡先を交換して閉店と同時に店を出て家に戻った。確かに女のボディータッチはずるい。家に着きシャワーを浴びて楽しい一日だったなぁと思っていると、携帯に着信履歴が残っていた。見てみると B 子からだったので、かけ直してみると、家の鍵落としちゃったみたい、家に入れないから今日だけ泊めてほしいとのことだった。 B 子の家はすぐ近くだということは飲んでいる時に話して知っていたので、近くまで迎えに行き、そのまま家に連れて帰った。わくてか、パンツ返せ。普通ならそのままセクロスへとなるんだろうけど、俺酔っ払ってると全く立たないのね。でしかも次の日仕事で、その時多分夜中の2時くらい。 B 子からしたら手を出されると思っていたんだろうけど、酔いと眠気に勝てなくて添い寝みたいな形でそのまま爆睡してしまった。これが良くなかったみたいで、 B 子の執着心に火をつけてしまったようだった。メンヘラを目覚めさせた位置の罪は大きい。 B 子の中では、俺は付き合っている子にしか手を出さない一途で真面目な人という妄想が出来上がってしまったみたいだった。全くそんなことないのにね。翌日の朝、いつもより少し早く起きて朝食を作り、 B 子を起こし一緒に飯食って、 B 子を家まで送っていき、そのまま仕事に行った。ちなみに B 子は実家暮らしで、朝にはご両親が起きていて普通に家に入っていった。
その日から B 子からメールがよく来るようになった。LINE と違って既読なんかないので後でまとめて返すようにしていた。最初は送って送られてと普通のメールのやり取りだったが、だんだんと送られ送られ送って、と B 子からのメールは増えていった。飲み屋のおっちゃんと話すのは楽しい。こないだなんか泣いてしまったよ。はよ、はよ。飯食ってた。俺は B 子のこと最初はいいなぁと思っていたんだけど、毎日ガツガツ来るメールと毎晩1時間以上の長電話のせいでだんだん気持ちが冷めていった。そんなある日ジムで A 子から夕飯を誘われた。その頃には A 子とはジムで会えば必ず話をするような感じになっていた。A 子の誘いに OK してそのまま横浜にある某道路の名前のお店にパスタを食べに行った。ジムではそこまできちんとした会話をしていなかったためなかなか盛り上がり2時間くらい話をして連絡先を交換した。共通の趣味があるのも分かり近いうちに遊びに行く約束をしてその日は別れた。B 子は付き合ったらとんでもなくめんどくさいタイプだな。それからちょくちょく遊んだりして俺は A 子と付き合うことになった。ただ一つ問題があった。そう、B 子だ、彼女できた。というメールも電話もしたはずだったのだが B 子は、俺くんの友達としてメールとか電話してるだけだから気にしないでと言ってメールも電話も止まることがなかった。しかも最悪なことに A 子はかなりの束縛魔だった。女の子から連絡が来ると、誰、こいつ？と般若のような顔をして問いただしてくる。B 子も B 子でメールを返さないと追撃メールが山ほど送られてきてどんどん A 子の機嫌は悪くなっていった。おいおい、最悪なコンビじゃねえか。アドレス変えるねと A 子に言っても、なんで俺くんがそんなことするの？その女を着拒すればいいじゃん。と言われ着拒すると別アドからメールが来て彼女の機嫌が悪くなる。の繰り返しであった俺は A 子に、このことは何もないから。信じられないのなら好きな時に家に来ても構わないからと言った。次の日 A 子は軽自動車いっぱいの荷物を持って家に来た。強制同棲が始まってしまった。マジかよ。それからは携帯チェックは当たり前。出かける時はいつも一緒帰りの時間も必ず連絡という生活になっていった。B 子のメールには A 子が返すようになり、だんだん A 子の退屈しのぎのおもちゃになっていった。正直疲れるけど A 子可愛いしメンヘラと付き合ってみたいと思っていた俺はこういう生活も良いのかなと思っていた。うん、思ってしまっていた。そんなある日 A 子と飲み行こうってことになっていつもの焼き鳥屋に行ったのね。扉を開けると B 子がいた。時間が止まった。ああ、親父、名前を呼ぶな。B 子が振り向くだろ。俺の名前を聞いて B 子が嬉しそうな顔をして振り向いた。俺くん。え、A 子、なぜ彼女の名前を知っている？ここから会話が多くなるので会話風に変えますね。A 子、なんで B 子がここにいるのよ。B 子、あんたこそ。てかなんで俺くんと一緒にいるのよ。A 子、なんでって私と俺くん付き合ってるもん。ねえ俺くん。俺、まあね。B 子、はぁ？彼女ってまさかこいつなの？俺、おう。B 子。返事を返すと B 子はうつむいて黙ってしまった。盛り上がってまいりました。10秒くらい黙ってしまい声かけようと手を伸ばしたら B 子が叫び出した。アンダーアンダーハーヒドの多すぎなヒドばっかり、ドルンじゃないわよー。野々村さんのような感じで泣いてしまった A 子は、何言ってるかわからないんですけど、あんたがモテないのを私のせいにしないでよ。俺くん気分悪いし違うお店行こう。A 子は大泣きの B 子に背を向けてお店を後にした。後で知った話なんだけど B 子と初めて会った日の陰口の相手は A 子で、その時も好きな人を A 子に取られて焼け酒していたらしい。野々村はロタ。 A 子もビッチ臭いな。先ほどの出来事で放心状態の俺は A 子の運転する車に乗りぼーっとしていた。女って怖いな。てか A 子って性格悪らいなんて思っていると A 子に着いたよと言われて我に返った。着いた先は居酒屋ではなく俺の家だった。ものすごいニコニコしてる A 子を見て、ああ、他人だと思った。家に入ると。A 子、脱げ。俺、は？ A 子、服を脱げ。正座して質問にちゃんと答えろ。俺、いや、でも、俺何も。A 子、いいから早くしてよ。玄関に置いてあった鍵を置くための棚を思いっきり投げられる。服はさすがに脱がなかったが正座して床に座る俺。睨む A 子。A 子、まず一つ。B 子とどこで出会ったの？俺は素直にありのままにあの居酒屋で出会って連絡先を交換したと伝えた。A 子はあまり信じていない感じだったけど納得はしたみたいだった。A 子、じゃあ二つ目の質問。なんであいつと連絡取ってるの？てかどこで連絡取ってたの？私のことより B 子の方が好きなの？二つ目のはずなのに同時に三つも質問された。それでそれで。すべて正直に答えたお前がメール返してた奴が B 子で俺からは連絡してないこと。お前の方が好きだし B 子には興味がないということ。補足だけど俺携帯の登録名は基本的に自分が呼ぶ呼び方で登録してるのね。 B 子はアダ名で登録してたから、 A 子は知らない間に B 子と連絡取っていた感じです。追いついたドロドロだな。
なんとか納得してもらい&していると。A子、じゃあ最後の質問ね。俺、大まだあるのかよ。A子、あいつとやったの？俺、いや、やってない。全く手なんか出してない。A子、ふーん、約束できる？嘘じゃないって？俺、もちろん、本当にやってないよ。A子、じゃあ指切りしよっか。やってたら、56すからね。俺、おう、という感じで指切りをしてなんとかことが収まってたんだよ。その時は、その後 A 子に、仲直りの〇〇しよ、と誘われずっこんばっこんしていると玄関のチャイムが鳴った。ものすごく嫌な予感がした。あいにく悪い予感ってのは当たるもので、B 子が立っていた A 子は無視しとけばよいよと言うけど、時刻は午後11時。この時間に泣きながらチャイム連打されたら近所迷惑にもなるし、俺もこの家に住みにくくなる。追い返すから A 子はここで待っててと言い服を着て表に出た。B 子、グス、俺くんの嘘つき。俺、ごめん。でも彼女できたってちゃんと伝えたよ。B 子、A 子とは聞いてないもん。何？最初に私と会った時から A 子と私のことバカにしてたの？俺、そんなことないって。A 子も B 子も同じ日に会ったわけだし。それに仲悪かったとか今日初めて。B 子、うるさい。どうせバカにしてたんだ。私を家に連れ込んで一緒に寝たのもどうせ後でバカにしてたんでしょ？俺、いや、そんなことするわけないよ。だいたいさ。A 子、ねえ、寝たって何？おわた。振り向くと般若のような A 子さん。負けずに睨み返してる B 子さん。間でおろおろしている俺。A 子、やってないんじゃなかったの？俺、嫌だから寝たってそっちの意味じゃ。A 子、うるさい。死ねえ。俺が覚えているのはここまでなんです。その後頭を壁に叩きつけられて俺気絶。半裸の A 子と大泣きしてる B 子がアパートの玄関で大喧嘩してるから、隣の部屋の人が出てくる。血を流して気絶している俺を見て警察に連絡。A 子と B 子は警察で事情聴取をされて釈放。俺は次の日に病院で目を覚ましましたとさ。突然さんつけんな、不謹慎だが、わろた。なんで今頃すれ立てたかというと、今月の頭に A 子と別れたから。本当は5年間に起きたことすべて書こうかなと思っていたんですが、引っ越したばかりでまだネットの回線が繋がっておらず PC で書き込めないため、とりあえず一番ネタになりそうなこの話を書きました。そんなことがあってよく何年も付き合っていられたな。別れようとする矢印、修羅場矢印、仲直り矢印、喧嘩する矢印、別れようとライ。そりゃ大変だったな。今はフリー？まだ別れたばかりなので。でも今はまだ彼女欲しいとは思わないかな。目覚めた後 A 子とどうやって仲直りしたの？ひたすら謝られた。1週間ごめんなさい以外言わなくて、もう全然気にしてないから。むしろやわくてごめんって俺が最終的に謝って仲直り。両方と付き合っちゃえばよかったのに。オープンにいつでも3人一緒に羨ましすぎる。俺もそんなことになりたい。